ビロードリコン。ビロードリコンは、チェコとスロバキアの両共和国によって1993年1月1日に実施されたチェコスロバキア連邦共和国の連邦制界称を指して主に西側メディアが名付けた通称であ。チェコ及び、スロバキアでは、単に、チェコスロバキア解散、チェコ語、ザニークセスカスローバンスカ、スロバキア語、ザニークセスコスラベンスカ、または、 チェコスロバキア分離、チェコ語、ロサリーニセスカスローバンスカ、スロバキア語、ローズデリーニセスコスラベンスカと呼ぶ。チェコスロバキアの共産党政権が倒れた1989年11月17日の民主化革命に続いて、連邦解消時にもユーゴスラビア紛争のような武力衝突を免れたことから、チェコスロバキアの民主化を滑らかな布にかけて、 ビロード革命と呼んだことにちなんで、西側メディアが離婚に見立てて名付けたものである。この時、先の革命をビロードと引用したのは、フランス人であったとされる。歴史的に工業化が進んでいたチェコ共和国、9、チェコ社会主義共和国の GDP、国内総生産は1990年代初頭、スロバキア共和国、9、 スロバキア社会主義共和国に比べ20%上回っていた成長率の伸び悩みが大きな問題となっていて、チェコの政界ではスロバキアが経済的な主にとなって経済成長が妨げられているとの見方が広まっていた。こうした状況を背景に1991年1月、チェコ共和国はスロバキア共和国に対する経済支援資金の拠出を停止した。 当時、多くのチェコ人やスロバキア人は、連邦の存続を求めていたが、スロバキアの政界では、1990年の、いわゆる、ハイフン戦争を経て、構成国の自由裁量権を、さらに拡大した国家連合制への移行や、完全な独立と主権回復を主張する意見が台頭するなど、連邦制の廃止とチェコとの離別が、こわだかに叫ばれ始めた。 スロバキアへの文献促進をめぐり、連邦政府とスロバキア共和国政府の間では、激しい応酬が続いた。チェコ政界の急進的な市場経済改革論者で、スロバキアの切り離しを主張していたチェコ市民民主党のバーツラフ・クラウスは、スロバキア政界の連邦解体論者だった、民主スロバキア運動のブラメール・メチアルに接近し、連邦解消を提案。 同年の連邦議会人民院選挙で、チェコ市民民主党及び民主スロバキア運動が、それぞれの共和国の第一党に躍進したことを受け、同年6月から分離に向けた激しい交渉が始まった。しかし7月17日に、スロバキア国民議会が一方的にスロバキア共和国の国家主権宣言を採択したため、その6日後にブラチスラバで開かれた両党の協議で、 スロバキア政界の動きを追認する形で連邦解体が正式に合意され8月26日ブルノのトゥーゲントハットテイでクラウスとメチアルがチェコスロバキアの連邦解体の合意文書に署名したこの時すでにユーゴスラビアでは同様の連邦離脱問題をめぐって内戦が始まっていたがチェコスロバキアの両共和国の交渉は平和的な 連邦解体を行うための行政事務手続きの協議に移行し、連邦議会は11月13日に、チェコ、スロバキア両国の領土分割などを定めた、チェコ及び、スロバキア連邦共和国資産のチェコ共和国及び、スロバキア共和国への分割及び、チェコ共和国及び、スロキア共和国への移行に関する基本法、ストブニーゼイクン王、ディリーニマジェトクセスクジエー、 スラベンゼクジフェダーティベネホリープブラキーメドジーセスクリープブラク A スラベンスクリープブラクアジャホプリッコド NA セスクリープブラク A スラベンスクリープブラクチェコスロバキア連邦議会1992年法律第541号を11月23日には連邦の解体を1992年12月31日に行うことを定めたび スロバキア連邦共和国の終了に関する基本法、ストブニーゼイクンオー、ゼイニクセスクジエー、スラベンゼクジフェダーティベネホリープブラキリ、チェコスロバキア連邦議会1992年、法律第542号をそれぞ採択。これらの基本法に基づいて1993年1月1日午前0時に、連邦制が解消された。チェコスロバキアでは、 すでに1989年の民主化以降、連邦を構成するチェコ共和国と、スロバキア共和国に対する連邦政府権限の分離、移管が進められていた。社会主義時代からの国家安全保障対抗安部、ベホナベスペクナストを1991年7月に、改装新設した連邦警察機構が、チェコ共和国警察、ポラシーチェスキーリープブラキーと、 スロバキア共和国形態、パリスイニースボースラベンゼクチリープブラキーに分離した形で発足するなど、両共和国政府が連邦政府に代わって所管する行政機構の整備が進められていたことも連邦制の解消に大きく採用した。東欧革命以後、ソビエト連邦やユーゴスラビアなど旧共産権の諸連邦国家で連邦を構成する。 民族共和国の分離に伴って武力による激しい対立が発生したのと対照的に、チェコスロバキアでは流血の事態を招くことなく、立法、行政手続きに基づいた連邦解体が行われたことから、海外メディアを中心に、ビロードリコン、英語、ベルベットリボースと呼ぶようにな。第一次世界大戦の終結と、オーストリア・ハンガリー帝国の解体に伴い、 トマーシュ・マサリクらは1917年、スロバキアとチェコが対等に共和国を構成することを定めたピッツバーグ協定に処し、チェコスロバキア共和国、第一共和国が成立した。しかし、マサリクの後を継いだエドバルド・ベネシュが、両国の融合を目指して推進した、いわゆるチェコスロバキア化は、多くのスロバキ人に受け入れられず、スロバキアは侵攻した。 ナチスドイツの力を借りる形で1939年3月、スロバキア共和国、スロバキア第一共和国として一旦分離独立した。第二次世界大戦後、チェコスロバキアは共和国として再統一され、1960年には社会主義共和国となったが、スロバキア出身のアレクサンドル・ドプチェック共産党第一初期が指導した。 クラハの春と呼ばれる改革運動の結果、1968年に成立した新憲法によって、翌1969年、スロバキアはチェコと対等な社会主義共和国として連邦制への移行を果たした。しかし1970年代の正常化の過程で中央集権化が進められた結果、政治行政の権力は再びチェコ側に集中した。これらの権威が 共産政権崩壊後の両国の分離を促す背景となった。陸軍施設、鉄道、空港施設などの連邦資産は、チェコ人とスロバキア人のおよその人口比率である、チェコに、スロバキア一の割合で分割した。連邦政府保有の金準備金の処分方法などの若干の議論が連邦解体後もしばらく続けられた。 連邦解体直後は引き続きチェコスロバキアコルナが両国で使用された。しかし経済損失を懸念したチェコ側によって1993年2月8日から独自通貨に移行した。チェココルナとスロバキアコルナの為替レートは当初同一だったがその後両国の経済格差を反映し1990年代から2000年代前半にかけてスロバキアコルナが チェココロナを下回る状態が続い、欧州統一通貨ユーロに対しては EU 加盟当初から導入に積極的だったスロバキアが経済改革を推し進めてマーストリヒト条約の基準を満たし2008年に移行を開始2009年1月1日に予定通り切り替えを完了した導入に消極的だったチェコは世界金融危機を契機に再検討する姿勢を 明らかにしているものの、基準達成への問題も多く、まだめどは立っていない。連邦会退治の協定では、分離後の両国は共に、チェコスロバキア連邦共和国時代の国旗や紋章を使用しないと定めていたが、チェコ側は分離後も、自国国旗として、チェコスロバキアの国旗を使用し続けた。このため一時スロバキア側の反発を招いた。 分離翌年の1993年は両国経済とも連邦解体による一定の効果があったが事前の予想に比べその範囲は限定的なものにとどまったスロバキアへの経済的負担がなくなることによる飛躍的な経済成長を見込んだチェコ側チェコの思惑に束縛されないスロバキア独自の自由な経済開拓を見込んだスロバキア側の 双方の思惑はいずれも外れる形となった。分離後、両国間の二重国籍は認められなかったが、数年後に裁判所の許可を前提に一部の国民に認められるようになった。現在では両国とも欧州連合、EU に加盟したことで自由な往来や就労が能で、全く問題にならなくなった。2004年からは、パスポートなしで両国間を往来し、 特別な許可なく就労することが可能になったほか、宣言協定に基づいて2007年12月31日には国境検問も廃止されている。連邦解体に伴って発生した大きな問題の一つが、スロバキア出身でチェコに住むロマ人の国籍問題である。連邦解体後のチェコは1992年の国籍法で自国出身でないもののチェコ国籍を認めず、 彼らは長年無国籍のまま放置された。同法の規定に基づいて彼らがチェコ国籍を取得するには5年間の継続した居住と犯罪を犯していないことの証明が条件とされ、さらに多額の手数料と複雑な手続きが必要だったため多くのロマ人にとっては事実上国籍取得は不可能だった。一方スロバキア側も国内に住んでいない彼らに スロバキア国籍を与えることに消極的だった。このため多数のロマ人が法的地位が確立されず就労することも困難な状況に置かれていたが、チェコに対する EU の圧力によって1999年と2003年にチェコ国籍法が改正され問題は解決された。しかし1992年以降一旦国籍を失った人々に対するチェコ政府の保障は 現在も行われていない。チェコスロバキア時代のテレビ番組はニュースではチェコ語とスロバキア語が同じ比率で放送されたが海外の映画やテレビドラマなどの吹き替えはほとんどがチェコ語だけで行われた。こうした環境のため両国のほとんどの国民は話すことはできなくても互いの言葉を理解することが可能な水準の語学能力を身につけていた。チェコでは 連邦解消後、大半のテレビ番組がスロバキア語を使わなくなったため、若い、チェコ人はスロバキア語の読解能力が低下し、スロバキア語の書籍や、新聞の売り上げも激減した。しかし近年になって、テレビニュースで再び、スロバキア語を導入する動きが出ている。一方スロバキアでは、現在もほとんどのケーブルテレビ局でチェコ語の、テレビチャンネルを用意しているほか、 チェコ語版で吹き替えられた海外の映画や番組がスロバキア国内で放送されることがなくない。また市場に出回るチェコ語の書籍や雑誌類は連邦解体前よりもむしろ増えており、若いスロバキア人のチェコ語の理解能力は以前と同等か、より向上する傾向にある。1993年冬シーズンにスウェーデンで開かれたノルディックスキー国際選手権大会に出場した。 スキージャンプのチェコスロバキア代表チームはチェコ共和国及びスロバキアチームとして出した。同時期の世界ジュニアホッケー選手権大会では大会途中の1992年末日にチェコスロバキアが解体されたことからチェコスロバキア代表チームはチェコ及びスロバキアチームと改めした。またサッカーチェコスロバキア代表は1994年の フィファワールドカップに向けた予選にチェコ及びスロバキアの代表 RS リプレイセンタスチェスカ A スラベンスカとして出場。後にチェコ代表とスロバキア代表に正式に分離した。チェコとスロバキアにとって連邦解体は結果としてチェコスロバキア時代よりも良好な両国関係をもたらした。2000年以降の大胆な経済改革による成長で、 スロバキアの経済水準はチェコとドーベルとなり2004年には共に欧州連合に加盟したこともあってチェコスロバキアの復活を求める動きは国民レベルでも政党レベルでも全くない。連邦解体に伴って新たに確立された両国間の貿易関係は安定している。特にチェコスロバキア時代には国内のあらゆる面で指導的地位を占め続ける。 チェコ人に対し多くのスロバキア人は何らかの悪感情を抱いていたが、それぞれが対等な独立国となった現在は、言語、文化、経済の各分野で最も共通点が多いことから、民族間の関係も良好である。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。